忍者ゲームセリアではこの後午後3時からトップスピードのユニットパフォーマンスが開催されます。ここでしか見ることができない最後のパフォーマンスをぜひお楽しみください。田中じゃあ探す、はい、なので左手で木と一緒に持たせます。はい、そうです。何ですか。おぉ、すげえすげえ、着いたで、お父ちゃん。愛知国際展示場、こういうこのイベントの時は電気ついてるからいいな。な、まだ向こうやで。駐車場がすごいな。浸透してんねや、うん、いつも思うけど1人前売り1500円、2人で3000円、駐車場代が800円、儲かってまんな。なあ、1600円。なんで800円やろ。800円やろ。ございます。星徹子チャンネルです。夜中2時に愛知県国際展示場に来た時はまだガラス器やったのに、こんなにも満車になってます。現在朝の8時。よう寝た。今から歯磨きに向かいます。めっちゃ並んではる。私らさ、ここに必死になって並びもせえへんやったら夜中の2時からまで、2時から来る必要なかったんじゃん。さあ、この並んでる人を新名に私たちは歯磨きをしに行く。どん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 吸い込まれるように、ほら車来るで。うん、もうええで、ゆっくりで。私らは違うねん。入り口と出口違うねん。あ、まだ向こうはまだ開けてないけど、すげえでこれ。どうや。ほら、えらい来る。すごい車。ほんですごい人並んでる。今9時半。私ら出遅れてんねやろた。どうなんやろ、わからん。そう、そこまで人がないのね、みたいな。いざ出陣。お父ちゃん、はい、まっすぐしてくださいよ。はい、すっごい車やね。今日のこれもう明日の並んでる人やねって。おはようございます。チケット渡して。運転とおしゃれやねんな。ご自由にご覧くださいよ。これ、ほらちょっといいや、あかん。うちには不似合いやうちみたいに貧乏人キャンプにはちょっと不似合いやな。コーヒー入れたりとかして、うちにコーヒー入れて、はいはい、使ってるんですけど、このドリンクホルダーはいくらですか。はい、こっちが、小さい方が2000円で、大きい方が2200円ですね。2000円と2200円で、はい、これが2700円、はい、2700円です。に消費税ですね。で、まあ、袋に入るんで、ちょっとこうアウトドアでキャンプに持って行ったりとかするのもいいですし、はいはい、あ、これは袋に入るんですか。ちっちゃい袋に入る。ちょっと入らないんですね。これ自分でこれ切り抜いたらこの箱できんのじゃ。これが難しい。え、切り抜くのが。お米これ1号で。あ、はい、ありがとうございます。もう計らんでいいから、まあ衛生的やな。
一人でパッと行ってパッとするにはさ、やってますよ。巻き割り体験で、あとこれはナイフっていうか、これが、はい、なんかあのすごくあさびって言われるものなんですけど、一般的には、はいはい、でそれで、巻き割り用のくさび、あ巻き割り用、はい、私らがナイフでトッカントッカンやってる巻き割り用で、そうですそうですそうです。ナイフもちろん、はい、あの悪いことではないですけど、どうしても今度は手がこの部分が傷んできたりしてしまったり、はいはい、あとは厚みが細いので、うん、木に挟み込んじゃうことないです。あ、はい、これだけの広さがあるので、はい、木を横に広げる力が働くんです。はい、なのでナイフだと広がらないので、はい、刺さってうん、受けるってなっちゃうんですけど、うんがってしながらなりますよね、はい、なのでその部分はこの厚みがある分刺さりにくいです。あ、ほんでメキメキメキって割っていってくれるっていう感じですか。あ、田中じゃさんなので左手で木と一緒に持った、はい、そうです。くさびのやつやけどな、うん、うちさトンカチとさなんかあの斧でやってるけど、うん、やっぱり巻き割りは巻き割りに特化したやつやな。私らみたいにそんなしょっちゅうやらんから、うん、でもものすごかったで、うん、もうなもうあのこの叩いた時のあの感触がもう全然ちゃう。あのトンカチ腕に響くねん、手首に。あれもう全然響かんで、そらなステンレスやと錆びへんし1万2000円か、そらそれだけするわ。うん、何フォローしてエコバッグいただきました。バーニャカウダも試食したよ。エコバッグインスタにフォローしてストーリーあげたらこれくれはった。で、あの巾着タイプとこれ普通のバッグやね。こっちは畳めるタイプで、あれ巾着やけど畳めるタイプがいいかなと。美味しかったよ。お。お。かっこいいな。ジーパンみたいな。なかなか。ええ、ポカペットほら。運転で来ました。この辺はちょっとキャンプシーンに向けて去年ぐらいからちょっとアウトドア向けに出したラインナップで、2万7500円と2万6500円でちょっと高いんですけど、本格ナイフ、本格的なアウトドアやる。これで巻き割りなんですよ。バトニングっていう。あ、これしたいねんけど一応要請。これ要請へんねん。こうやって薄く削いで。おお。もしよかったらこういうもので初めて。また見てる。あ、このフレームさっきあったフレームちゃうの。なんか広く感じるのはなんで？いつものなんかこういう展示するところが広いよな。なんでこの奥行きっていうの幅が広く感じるのはなんでやろ。これジムニーちゃうの。ほらジムニー横幅広いんかな。レグビーのああなんか中がすごくこのこれが広いって思ってんけど、あ、それかガチャガチャしてないからこう空間が広く取れてんねんな。なんか木の感じがいいですね。ええー、な電子レンジもついてるよ。っていうことはサブバッテリーも結構容量の大きいやつを。いや、ね、リチウムは、ね、あリチウム、はい、ここの下にリチウムイオンバッテリー入れて、こっちのはパッケージングでソーラーとインバーターと、これは今キャリアつけてるんですけど、ソーラー、インバーター、リチウム、100アンペア、
あるの、うん、3つ3点セットで36万で、うん、まあ、新規でやるものなので、もともと鉛バッテリーから入れ替えようっていうとめちゃくちゃ高いじゃん、うん、一からそこで作り上げるから安くて、あ、すみません、ありがとうございます。はい、すみません、ありがとうございました。向こうにもトラックがですね、まああいうふうにいろんな部品こう滑らずつけてるのかすみません、わからない。いや、割とね、こういうあの軽トラになんかテントみたいな後ろつけて貼るの最近よく見かけるんでね。軽トラにこうやってブラケットで固定してます。はいはい、あ、そういう感じで作ってんのか。もともとあるネジ穴とか、はい、開いてる穴を利用して止めてるので、あの追加加工は一切いらない。あ、で軽トラごとにあのそれぞれこのブラケットを作ってますので、もうそれぞれの軽トラでご使用いただけます。考えたらあれですね、軽やけどすっごい広さやな。そうですよ、あのキャビンが狭くなった分、荷台がこれ広くなった、あのミニキャブっていうタイプの縦が、2030ぐらいあるので、あ、それぐらいありますね。普通のベッドですもんね、ダブルのね。しっかり葉っぱのベッド。あ、そうか、すごい、ありがとうございました、すみません。あ、なんや、1時に戻りますやって、残念、やっと朝さん 見つけたのに、どこ行ってはんねやろ。ああ、残念でございます。お父ちゃん、原田真二。さあ、いっぱいあるから何にしよう、何にしよっか迷うな。フードじゃん、すごい人や。さあ、行こうか、こっち側も行こうか。じゃあ手繋ごう。さあ、どれにする？お父ちゃん、なんか、ガーリックシュリンプ土曜日のみっていうところあるわ、ご飯はどないするの？ご飯炊く、炊いて車で食べよ。810、これは、あー、行こうか、うん、よし、行くね。のガーリックシュリンプで、はい、1100円お願いします。急げ、急げ、二手に分かれたから、お父ちゃんがもうじき順番が来る。急げよ、急げ、急げよ、急げ。前もこれしたね、前もいちごステーキ大盛りの通常2倍にした。とりあえず車に戻ります。このソウルフードジャムっていう方はあれや、あのフィールドスタイル あの県買わんでも来れるからな、なあ、ここだけはな。これなんか、まああれもあの中でもええねんけど、これもええよな、このグルメも。ちょっとね、ちょっとしたイベント以上。そうや、何つまみ食いしてんのよ。暑いうちに。私我慢してんのに。私も暑い間にビールと一緒に飲むで。冷めてるからね。私な、アルコール我慢してて、10日間、10日でや。な。健康診断のために。健康、そうそう、健康診断のために我慢してまして。今日から解禁ですね。解禁症ですわ。ちょっとよりいいやん、私惹かれるやん。これな、ガーリックシュリンプのな、うん、ランチボックスじゃなくてシングルっていうのにしてん、ご飯炊くし、うんうん、でこれがイチボの
ダブルの肉。前にも買ったな。じゃあお父ちゃん乾杯しようか。私10日ぶりの乾杯で。マルエフさん、はい、乾杯。運転どないすんの？あんたや。おいしい、久しぶりに。ああ、最高やな。ワーサーさんの T シャツ着ていってんけど、ワーサーさん昼休憩でいなかった。1時から降りてな、うん、また1時回ってこれ、いちごのステーキ食べるわ。ワンビール進むわ。ビールが進む子や、うん、シュリンプも、うん、おいしい。ディンジャーゲームセリアでは、この後午後3時からトップオーズのパフォーマンスが開催されます。ここでしか見ることができない最高のパフォーマンスをぜひお楽しみください。それは12,800円やで、買ったら。でももう無理無理、車の中やったら絶対そんな大きいて。こっちの方が十分やな。うん。これ現金のみ？そこや。現金のみ？ペイペイとかでも現金8,000今ならあるけど、もうこの後点々になるから。現金のみかな。まさかここでマイダンを買うとは思わんかったわ。ストーブも魅力的やったらよかろ。ストーブもな、せやけどもううちはあんなんでかいストーブはあるからええねん。あのマイダンだけでなんぼ7,500円。まあ新品やったら12,800円やしな。何時やろう、今何時？今何時？これはサイドルームですか？サイドルームですね。オーニングがあって、そのオーニングにここに吊り下げてるんですよ。あ、オーニングがこれですか？そう、オーニングがこの上で、はい、はあ、はあ、ああそういうことなんか。副テント、あっ、和さんに会いに来られました。あ、和さん和さんお昼も来たんですけど、お昼も会えず今も会えず、もう出発するんで、主人にあの車片付けだけ先行ってって、私あと10分15分だけ待つわと思って。そうですね、3時に戻ってくる。はい、大盛況ですか？いや、もうね、そうですね、だいぶ残り、T シャツもこんだけになって。はい、旦那さんの方もどうですか？ありがとうございます、はい、すみません、すみません、はい、ミニステッカーを2枚選んでください。はい、ありがとうございました。最後に会えてよかったです。もうか、いや、もう連絡してもらって、もうすみません、すぐそこにいた。あ、そうなんですか。もう慌てて帰ろうと思ってたんで、よかったです、最後に会えて。はい、ありがとうございました。すみません。お片付けありがとう。会えたよ。ご主人の分もくじしてくださいって言ってくれはったよ。あ、そうなん。覚えてくれてはったで、お父ちゃん。分かった。シール2枚もらった。シール。どこに貼る？ちょっと色。どこに貼る？どこに？こことここに2枚。いろんなとこ。うん。あ、なんであんたいつも斜めになんの？ええねえね。じゃあね、ちゃんと見て貼ってよ。で次は？ここ。ここちゃんと貼ってや。うん、だなんで斜めなんの？性格歪んでんのちゃん、うん。もう一回ちょっとこれ貼り直しても気になる。もうなんでな。もうそれではフィールドスタイルさん、
ありがとうございました。また来年の春来たいね、お父ちゃん。うん、ここは楽しい。もういろんなもん欲しくていっぱいあったな。お金さえあれば、そうそうそう、お金さえあれば。でまたグルメの方、あっちもフードジャムか、あっちもいっぱい食べたいもんあんねんけど、お金があればね。また来年も来たいと思います。それでは、じゃあ。伊勢湾かな、そうやな、こっち伊勢湾やな、伊勢湾になんな。